2007年ギリシャ山林火災は2007年の夏にギリシャで発生した大規模な山林火災である。主にギリシャ南部で発生した多数の小規模な山火事が広範囲に延焼した。自然発火によるものもあるとみられるが、再開発事業者による地上げを目的とした放火が火災の原因の一つだとされ、これに対してギリシャ政府は 放火犯をテロリストとみなすと強硬な態度をとっており、放火に対しては反テロ法を適用、数十名が身柄を拘束された。放火の手口として、生きたウサギに油を染み込ませた布を巻きつけ、ウサギに火をつけて、山に放ったという報道もあり、動物愛護の観点からも抗議が起きている。2007年夏、ヨーロッパ南東部は6月下旬と7月下旬の二度に、渡って、 熱波と高温に見舞われた。ギリシャでも6月下旬から断続的に小雨となり、乾燥傾向にあった。ギリシャなどヨーロッパ南部の大部分は地中海性気候であるため、例年でも夏季は小雨、乾燥となり、各地で山火事が発生する。しかし、例年よりも強い乾燥状態が続き、6月以降、ギリシャ全域で約3000件もの山火事が発生した。 2007年8月下旬には山火事が町にまで及びペロポネソス半島とエビア島南部などで60人を超える死者を出す被害となった。オリンピアなどの文化財では懸念されていたよりも軽かったものの少なからず被害を受けた。ヨーロッパ南部の熱波については数年数十年周期の気候変動の影響、またその背景として 地球温暖化による気候の変化が指摘されている。ありがとうございます。